戦車、戦車、戦車、A、ザチャリオット、フッツ、ルチャリオットは、タロットの大アルカナに属するカードの一枚。カード番号は、7。前のカードは、6、恋人、次のカード、8、ワウエイト番が、力、マルセイユ番が、正義。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット図解における解説では、援軍、設理、勝都市、復讐を意味するとされる。 ヘブライ文字はヘッド、ただし、複数の移説がある。黄金の夜明け団の説では、ビマーとゲブラーのセフィラを結合する教に関連付けられている。以下のように小説がある。皇帝などに描かれる権威的人物像と違い、このカードでは二輪の戦車に乗った若き王の姿が描かれる。一般的にこの若き王は、明確な目的を行動に移す。 第一歩を踏み出した場面として解釈が割れている。また、数字の7は、運命や宿命、変容などと大きく関わる数字であると考えられている。例えば、創世記に記される、創造行為は7つ、6つの段階と一つの休憩であり、錬金術では7つの金属と7つの惑星の影響による7つの変容の段階があり、サイコロの向き合う、 面の輪はすべて7であり、今日に見られるスロットマシンの大当たりのデメは普通777七七七となっている。マルセイユ版に描かれる戦車では黄金の冠と甲冑に身を包んだ若者が黄金の杖を手にし赤と青の馬を生やした車輪付きの台座に乗った構図で描かれている。また台座には4本の柱が取り付けられ頭上の天蓋を支えている。一節では 戦地から戻ってきた勝利者の凱旋パレードの光景だとも言われる。柱に注目すると、外側の2本は赤、内側の2本は青に塗られ、2頭の馬と同色である。一部では色が異なり、白と青なども見られる。この2頭の馬は自然界すべての動物的エネルギーの肯定的側面と否定的側面のそれぞれと結びつけられ、身体的な側、赤、または 白と精神的な側、青を象徴していると考えられている。このため四本の柱は人間の内面における様々な側面が一つの戦車に取り付けられることによりある一定の共通目標に向かって機能し始めたことを表している。だが台座に取り付けられた車輪は横向きでありこのままでは物理的に動くことができない。つまりこの若き王は車輪についても 真下に生える草木が踏み折られることも気にしておらず、自分の見つめる目標以外の何者にも意識を向けていない未熟な若者を示している。さらに、この戦車に手綱がついていないこと、車輪の向き、馬と台座が一体になっていること等から、地上を走るための乗り物ではないといった解釈が行われる。解釈の方向として、カードを見る者の精神世界を旅するための 象徴的イメージとする解釈、太陽神やポロンの狩る戦車や旧約聖書に登場する日の戦車などをモチーフとした解釈などが上がる。二頭の馬は真正面から描かれているため、後ろ足部分が確認できず、まるで頭は二つあるが胴体は一つになっているかのようにも見える。丸イ油盤の種類は数多く、中にはそれぞれ異なる馬らしくない色彩に染められているもの。 頭が完全に人間の顔になっているものなども見られる。ウェイト版では、マルセイユ版など古典的なものと比較すると異色の構図になっている。絵柄には、前述のマルセイユ版が表すものとは逆で、つきの馬車に乗り、いざ出陣の時とばかりに前途を見据えた青年の姿が描かれている。頑丈な石造りの戦車に乗る青年は、 生きようようと、まっすぐに未来を見つめているかのようである。背景の黄色い色彩やホロに散りばめられた星の模様、さらに額の王冠の大きな一つ星などが光り輝く、様子が鮮やかであり、車輪もキラキラと輝くような太陽の光の色に染められている。これらに囲まれた青年は、ただひたすらに前進していけばよいだけの状況を示している。背景の白は、 青年が出発した成果であり、その目的地は戦車の展開が意味する展開である。衣服の中央に見られる正方形の胸当ては、旧約聖書に見られるアロンの裁きの胸当てをモデルにしたとされ、勝利、外線を表すとともに、宗教上の儀式、行列を意味するものでもある。両肩の肩当てにかたどられた月は全体から見て不安要素や持続性の無差を表しており、 不安を抱えて出発した城に戻ってしまう暗示があるとされている。この不安定な要素は戦車の前方にある駒の絵柄にも見られる。この駒の上部にあるのは古代エジプトに見られる翼のついた太陽のシンボル、遊浴円盤である。この二つの絵柄は人間の衝動性が純化され工事の力へと消化されたものであることを示している。 戦車を引く馬が白と黒のスフィンクスに変更されている。スフィンクスの白と黒は二女教皇の柱と同じく慈愛の面と瞬間の面であることを物語っている。低次元の本能が黒、工事の理念が白のスフィンクスであり、それを業する人間との三点に焦点を当てれば、五教皇で触れた肉体とレート魂の三位一体の思想とも結びつく。なお、ウェイトが戦車を引く。 馬の代わりにスフィンクスを採用した試みは、エリファスレビのデザインが最初のもので、モデルになったのは二頭の獅子に引かせた車に乗る月の女神キュベーの彫像であると思われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。